TV をご覧の皆様、こんにちは。カメラマンの小眼亭今市と三遊亭花金でございます。よろしくお願いいたします。この芝居も7日目でございます。今日の鳥は遊雀師匠、ネタはやぶ切りということでございまして、連日大ネタですから大変だと思いますけれども、しっかり撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。本当だ、やべえ、リカさんと着物ついてる。あ、そういうこと？夏なんでね。本当みんなを着てる。みんなを着てる。宣伝いいですか？あ、そうだそうだ。29日、あさって土曜日。この動画がアップされてからは次の日、末広亭の深夜寄席、2人初登場します。よろしくお願いします。時ならぬ。花やもみじがみつるかな、吉野初瀬のふもとならねどと、二度までお見返したという扇の的の一席で、和と交代でございます。パンダの方が出来上がったんですけど、一つ大きな問題が発生いたしました。今日持ってきたボードがここでいいですか？パンダが登場いたしました。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。ちょっと早いじゃん。ご苦労様です。どこに落っこちたんだよ。裏の原っぱ、そこに置け。バカ、そこに置け、お前。あ、味噌だ、よかった。一時はどうなるかと思って、これ味噌で食べてんだよね。いいよな。やっぱ歩いてる子供たちが、この夏休み、昼間平日でもね、やっぱ子供たちいっぱいうろうろ歩いてるじゃないですか。夏を探してますよ。叱咤的だね今ね。夏を探してますよという。あははって一人だけだ。ね、ありがたいね本当にね。失礼しました。お疲れ様です。落語家の高橋長と申します。浪曲の広崎からでございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。先生、どうもご苦労様です。社長、おはようございます。もうすぐ行動だ。じゃあ、木原さんをお見送りしてから上行きます。ご苦労様でございます。体の調子はどうです？そろそろ治っちゃおうかなと考えてます。末広亭に聞くはるがなくて、それだけでもねうちですよ。なんか縁があるのかな、きっとね。そうだと思います。仙台に似てるよ。そうですか。声柄とかね、似てるような気がする。お疲れ様でございます。なんか先生がすごい気に入ってらっしゃる水木しげる先生のなんか昔の本の妖怪の内臓が全部出てる。ああ、妖怪面白大図鑑。あれも昔から私大好きで。おいくつですか？私1980年まで。あ、じゃあ僕と一つ違いですよね。もうあれがね、ボタンの掛け違いです。あれすごいですよね。あれから人生が狂ってしまう。4歳で人生が狂ってしまいました。懐かしくてね。もう先代をご覧になったっていう人がもうやっぱりもういないでしょうからね。本当にいらっしゃらないです。だって60年前でしょ。2人ぐらいしかですね。だって私だって12、13ぐらいだもん。うん、計算すればね。その時なんだよね。若くね。うん、もう70超えてんの俺。で先代がもう舞台もダメになっちゃって、最後まで末広亭さんに面倒見ていただいたということをお伺いしてまして、もう一門の恩人という感じで本当に思ってます末広亭さんを。良かったですね。歴史的再会で。今日は私一人ではなくてゲストダンサーをお迎えしておりまして、その方が一応船頭さんの役ということで、ちょっと太めではございますがお呼びしたいと思います。お願いいたします。1928年昭和3年の活動写真でございまして「血煙高田の馬場」という、義士伝の一つ中山安兵衛高田の馬場の駆けつけでございます。共演は伴淳三郎。ありがとうございます。今ね小さくご遺族ですかおおこれこれもたっしゃいもたっしゃい慌ててどこへ行かっしゃる。おじの気球に女性のため何。いやそれは見上げたご神体じゃが助太刀に縄出す人は不吉でござるぞご浪人。言われてみればこれはしまった。これ娘。はいさあ娘は何とするか。大胆的にもそれビリ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 。さあこれを代わりにこっちの方が罰当たりな気がするがかたじけない。待て待てお守り代わり鉢金代わりにかんざしも持たさっしゃい。そうそう何でも古い系飛び込んだってそう言ってました。おい、なぜそれを先に言わないんだよ。あいつには道具7品を買ってもらおうと思って敵まで打ってある。それ買って飛び込んだのか。いいえ、買わず飛び込む。昔からの古典柄だよな。見たことあるよな。門というか古典の柄。柄か。江戸小紋の古典柄か。はいなんとか鳥みたいな柄があった気がします。もともとあるんだね。白山 TV でクイズ出そうぜ。白山 TV でクイズ。はい、こっちにほら、クイズ出して。何の柄でしょう。これ。ちょっと、じっと、何の柄でしょう。昔ながらの柄だね。これ絶対答え出そうですよね。それでもって15円いただいてそしたら旦那様が預かっててくださって「今日初めてうちに帰ります」って言ったら「ああそうかじゃあこの15円持って帰ってお父っつぁんとお母さん喜ばして終わり」だからそうやって持って帰ってきたんじゃねえかちくしょう取ったじゃねえや盗んだじゃねえやネズミの継承で当たったんだ。ほらごらんなさい。だから私がそう言って。おめえがいけねえんだろおい。おめえがいて散々おやかすから俺その気になっちゃったんだ。勘弁してくれ。この通りだ。ああおめえはな3年経って立派な一人目の男だった。お父っつぁん3年経ってもバカなまんま。勘弁してくれよ。勘弁この通りだ。勘弁してくれよ。やってるところに小さなネズミがちょろちょろちょろっと出てまいりましたから「あネズミだあたい捕まえる。あ勘弁よせよせその子ネズミも今日はやぶ入りかもしれない。ありがとう。お疲れ様でございます。ああ、食べれた。じゃあ、行くか。はい、お願いします。見てください。ね、みんなこんな貧乏臭い格好してる。この間まで芸協の広めやってまして、その時にずっと締めばかりやってた今市さん。はい。今日締めましょうよ。あ、そうか。僕ですか。あなたこの間までもそれに締めて締めてってあんまり求められてないんで。ということでございます。いまして、お手を拝借よー落ちはあ先ちょっと師匠が四代目だから金魚師匠に若い頃教わってちょっとああいう感じにしてみたんだけど、やんないと落語進化しないですからね。ねえ、だって下げは下げとかも含めてさ、くすぶりもそうだけどものすごいどんどん変わってきてるはずだもんね。明日があれでしょ、高知山ね、高知山総集松江高原化先。そうですね。あ、むちゃくちゃ楽しい。じゃあ、すみません、お先です。お疲れ様です。まず、この芝居ちょっと楽でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お。こちら。じゃあね。あ、クイズ出して。何の柄でしょう。